はい、黄金世代のことでございます。今日なんですけども朝のトークやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。さあ、フェスの下流差数来ましたね。はい、ちょっとランクマを、ちょこちょこっと、結構やってたんですけど、ちょこちょこっと結構ってどっちだ、はい、結構やってたんですけど、そんなに下流差数っていうデバフパには当たるようにはなったんですけど、そこまで下流差数、2回かな、2回くらい10ちょいやって2回くらいだったので、そうですねそんなもんなんだな意外ともっとデバフでも普通にレシャールだったり若林だったりするなっていう印象です。はい、まあ、もしかしたら若林の方がいいのかもしれないですね。まあ両方持ってるといいかもしれない。でレシャールに関しては、やってみた感じなんですけど、レシャールというよりはデバフパー、ひな形のデバフがあると思うんですけど、ちょっと自分はうまく説明できない、まだひな形っぽいデバフがあると思うんですけど、まあ、あのデッキに対して一応これで、やりきれるなというのが分かって、ヒューガ君の浮き玉で、カリウサスから60パー以上を、何分かな、30分以上だったら、はい、全力とか同時だったら、超えるというのが分かったので、あとは、地上でも40分過ぎは地上でも 60% 超えるので、まあ、これでとりあえずデバフが来ても合いの子で大丈夫かなと今のところ思ってます。はい、もっとねきついのとか来たら分からないんですけど、一応これで今46、48、49.5 まで下がるんですけど、で後半デバフじゃない人が来たらいつも通りこうして、バンと上げて、50.5 にしてやろうかやってるというような感じですかね。はい、まあでもとりあえずちょっと RNG きつくてもうしょうがないんですけど、自分もね恩恵を受けるんでしょうがないんですけど、ちょっと RNG きついなっていうね。はい、まあいい日もあるんですよね。やっぱ1ヶ月通すと、あ、今日は自分がついてるなみたいな、今日は自分がなんかこう毎日交互に例えば、今日この試合はいい、この試合は悪いみたいなのがこうで交互に来たら、まあなんとなくこう RNG だからしょうがないかって思いやすいんですけど、これ連チャンの試合でこうまたそこかってなるとね、多分ストレスが溜まりやすいのかなと思うんですが、はい、まあね、バーを表示しなければいいというところもあるんですけど、まあもうバー表示しなくても大体何パーかね、ライブででも言ってるんですけど大体わかるんで、まあ結局まあ表示してるんですけど、はい、まあちょっとね、結構お会いした方ありがとうございました。はい、日本の方でもね結構やったんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとね、なんでしょう、そう、最初これじゃなくて、まあちょっとランクは話していいですか、ごめんなさい、なんかこれに気分的に変えたらもうものすごい失敗して、やっぱいつも通りこれにしてからめちゃめちゃ安定しましたね。はい、ちょっと余計なことをするもんじゃ、1ヶ月かけて安定させたデッキなのになんか余計なことをしたら全然うまくいかなかった。これ何が違うんだっていろいろ違うんですよね。人によってこことここで何が違うんだっていう話なんですけど、いろいろ違うんですね。はい、まあちょっとね、そうなんですよ、葵くんではディフェンダー突っかけれるけど、たけしでディフェンダー突っかけれないとか、まあいろいろあるんですが、はい、まあそんなところで火曜日というところで3月入ってまいりましたね。はい、大きなところでアンドロイドとかのアップデートがあったみたいなんですけれども、まあイベントごとも特に今週ね、いよいよドリームカップが始まるというところで、まあそこまでね、5段でやめとこうっていうと、まあ、報酬次第なんですよね。まあ今もなんか最近でもランイベというか、まあタイマンタックもそうなんですけど、復刻イベントの報酬がブラッシュアップされてないんで、もしかしたらサッカーキングになってブラボ1個か10個どっちかだったと思うんですけど、サッカーキングだってブラボ1個か10個のままだったらね、ちょっと面白いかなと思うんですが、確かね、サッカーキングになるとなんか報酬があるんですよ。それでみんなサッカーキングまでやってたような気がするんですけど、はい、まあ、そこで時間が取られるっていうのもありますし、ドリームカップ本戦になると、30試合のまとめのレギュレーションになるので、まあ人によっては、30試合で1回でも引き分け挟んじゃったやり直しの人もいるかなと思いますし、まあ、ちょっと自分はそうですね、時間とか見ながらっていうのと、あとはまあ挟、まあそうですね、その時出た得点の順位が納得できるかどうかっていう
ところだけかなと思うんですけど、多分ドリームカップの本戦始まっちゃうとその1週間はね、多分ランクマやらないで、多分ドリームカップやる人が、ね、集中して的に多いのかなと。ランクマはね、夢玉回収程度になるのかなとは思うんですけれども、はい、なんかね、このなんかずっと最近オンラインのイベント多くて、オフラインのイベント、まあ、ちょいちょいあるんですけど、復刻版みたいなのばっかりで、なんかね、うん、ずっと対人やってるような感じですね。はい、さあ、そんなところでしょうか。はい、カリウサスに関しては、まあ、クラブキラーが 5% だったっていうところと、まあ、これはまあだからいわゆるフェスでいうね、ちょっと前でいう第3キラー 5% みたいなところがあったので、うん、いずれにしてもそうですね、浮き玉強いライジングサンのキャラクターとか、まあ、他の属性のキャラクター出てくると、まあ、トーマチェック通り、まあ、ちょっと厳しいのかなという。今だったらちょっとあの力のマンガスとかで抜けんじゃないのかなとってワンちゃん思うんですけど、それはそれは奇遇かな、どうなんだろう。はい、なんかね、あの浮き玉とかで合わせやすいキャラクターとかで、ね、威力高いやつとか、まあナトリアザとかはね一番抜けるんでしょうけど、そういう意味では、うん、今日ランクマンやってた感じだとナトリアザの使用頻度はかなり高いですね。やはり PL を持ってる方がナトリアザ入れやすいっていうのがあるので、まあ、力海外2人っていうところは非常に便利なのかな。逆に日本パーの中だと PL いないとなかなかこう入れづらいですよね。まあ、ちょっと前のあの復刻した、翼とね、コンビネーションで上がるサンターナ入れたりとかしたりとか、まあ、アルベルトとかを入れることで、まあナトレーザー入れることはできますけども、まあサブに入れといてもいいのかな。そうするとでもアルベルト入れなきゃいけないんで、でも今ねアルベルトやっぱり狙われやすいんですよね。 PL 持ってる人とかだとね、美咲くんとか PL とか、あと DMF に置くとたけしにも抜かれちゃうし、青井くんにも抜かれちゃうし、まあだからどうディフェンダーに置いとくしかないですけど、そうすると PL に一生懸命当てられちゃうんで、これがねちょっと、うん、じゃんけん難しいところかなというふうに思います。はい、さあ、あと大きなところで何かあったかな、うん、そんなところでしょうかね。はい、うん、まあカリウサス、まあでもバランス取れてるんじゃないかなと思いましたけどね。まあ現況の中で、まあ、デバフでやるなら、まあ、若林かカリウサスでしっかり使ってって問題ないのかなと。あと属性無効化がね、あのやっぱ RNG のオープン化によって、あ属性無効化ってでかいんだなとか、で属性無効化って今まで結構捨て低かった、もうでもそんなね、属性無視のキャラクターってあんまり最近出てなかったからあれかもしれないですけど、昔は属性無視のキャラクターで出た時なんだこれとか思ったもんなんですけど、だって捨てとか低いんですよ属性無視なのに、全然使えねえなみたいなのがあったんですけど、まあ属性無視でもちゃんとステータスね高くきてますし、まあ今ねどうしてもシューターがピエール、ヒューガー、そして、まあ翼でシュートする人もね結構いるかなと思いますし、あのバルセロナのねいるので、まあそういう意味では、まあ、クラブキラーっていうのがあったりとか、まあ、地上シュートねちょうど最近ブームだったかなと思うので、だって浮き玉でシュート食らうのってナトレーザー以外今ないですよね、ほとんどね多分ね先月浮き玉でシュートナトレーザー以外で食らわなかったんじゃないかなそうかもしれない。今日もナトレーザー以外で浮き玉で、結構でもデバフの人ってキックオフでチャービでそのまま石崎にバンってぶつける人多いんだなと思って、大体みんなチャービでもうそのまま石崎とナトレーザーバンとぶつけてっていう人がすげえ多いなっていう印象でした。はい、もう結構ね、うん、まあ一番簡単なやり方なんでしょうね、まあ、ホットラインも乗れますし、はい、うん、まあでもねそこはまあブロックね初段は防げるんですけど、多分2回目とか危ないのかな。そこで意外とね捨てる人とかもいるんですよね、やっぱり西崎を減らしてっていうので次のチャンスを伺うっていうのもあるんですけど、うん、まあいろんなやり方がね今後も生まれてくるのかなとちょっと思います。はい、まあデバフパーは増えるかなと思うんですけど、先月と全体的な、デッキのバランス構成とかは大きく変わらない流れではないかなというのが、はい、ちょっとね今日ちょろちょろっとやってみた所感でございます。うん、どんな風に流れるかなっていうのと、あの初日って結構やっぱりランカーの走る人たちが、いっぱいやってるので、まあ大体月初は強いんですよ、もともとスパスタスタートの人がやってるわけですから
だから2以上の人ですよね。 2以上2以上の人とかがやってるわけじゃないですか。まあ、1の人はで早くねガーってやって昇格してやってる人もいるかもしれないですけど、まあ、そういう感じを考えると、うん、まあ大体なんとなく先月と同じやり方で大丈夫かなと。そこがだけ一応心配だったんですよ。ちょっと前の朝のトークでも、これデバフ本当にゴリゴリでいかなきゃいけないのかなみたいな、いやこれを、この何でしたっけ、このウルトラガードみたいな、このウルトラガードみたいのをやんなきゃいけないのかなと思ったんですけど、まあ今のところはい、まあ、大変は大変ですけど、まあ、こちらのね先月同様、まあ、ここにねイエニスタ選手今いりますけど、基本的にはこれで大丈夫なような感じでした。はい、うん、あとはみんなどうなんですかね。実際もしカリウサスと使ってみたとか対戦してみたとかっていう人いらっしゃいましたら、もしね感想とかあれば教えていただければと思います。はい、まあ、最近ね梅さんキーパーのバランスいいなと思いますけどね、まあ、若林以外いや言うてだってドールマンとか悪くないでしょう。だってね、はい、結構技杯とかで活躍した人いっぱいいたんじゃないですか。まあ、うん、あれこれ言ったっけか、わそう技杯でドールマンに何パーだっけな、60%、ヒューガで 60%、69%、77%、81%、60% っていうのを5本確か打って全部弾かれるっていうで結果引き分けたっていう試合があったんですけど、なんだこれってなんだこれってさすがに思いましたけどね。はい、まあそういうこともありますよ。はい、さあ、そんなところでですね、今日はこの辺で終わっていきたいなと思うんですけれども、はい、今度まあそっか、もういよいよあれですね、もう3月はだからイベント的にはもうこのフェスが終わって今週、うん、まあいろいろ準備期間に入る、まあ皆さんメダル集めが終わってるのかな、どうなんですかね。はい、メダル集めやってんだっけ今って、今ってデフォルトのイベント何やってんだ、あ、メダル集め今週までですね。はい、メダル集め皆さん、はい、終わってない方はメダル集めをして、週末からまたオンラインか、はい、そうですね、オンラインドリームカップ予選というような形で、まあ、3月は比較的オンラインがずっと続くのかなというようなところですね。はい、今日はじゃあこの辺で終わっていきたいなと思います。というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。